入りに。トゥットゥルー。ちょいにこれたこ焼きとこれ1本野菜1日これ1本です。唐揚げとたこ焼き味というか近畿エリア限定なんや。近畿エリア対抗どういうこと？たこ焼き味っていうかたこ焼きのお菓子なんでキャベツ太郎とかとうまいっちゃな。まあまあこれ1本です。野菜。たこ焼きあかんな。普通でした。ちょいびに。ちょいびに。超早。早い1分。1分うまいちょっぱや。バリカタ麺ドトンコツネギ盛り。ドトンコツらしいよ。ドトンコツ。こちらね。腹減ったな。これです。これね、このシリーズ多分初めてかな。いや、そうでもないから前食べたからな。カロリーは321キロカロリー、そんな高くないね。食塩ソード 6.6g、まあほぼ半分、1日の半分以上こいつが占めております。まあ、こちらの方ちょっと作っていきたいと思いますんで。キリキルリンというわけで、まあサングラスしてなかったからあんなサングラスなんですけども、もうできたやろ、1分ぐらい。よいしょ、よし食べよう。なんか書いてあるな。ふっとしたお湯でこれをかけて出来上がりということです。もちろんこれだけじゃないです。買ってきたのはね、ポンと置いて、サイダー三ツ矢サイダープラス。何をねこんなちょっと焦ってんだけどね、ちょっと慌ててる感じですよ。モンハンしたいんですよ。昨日ね発売したモンハンターハンター4、まあねようやくね回も星4に到達し、ちょっと新展開また始まったんで急いでやりたい。ついに本も買ってきました。ルーキーズガイド、まあ関係ないですけどね、ちょい気に似てる人でね。おにぎりはだしで炊いたコクうま結び、これは紙はでスパイシーファミチキです。食べよう。美味しいんかなこれ。よく混ぜるのやばさやな、またそこから。よし、これぐらい混ぜるか。いただきます。ドトンコっていうこと勝たないやろ。濃いないやろ。麺は好き。あ、お菓子みたいに美味しい。スーパーでそんな濃くないよ。ドトンコ強いんやな。まあでも美味しいですよ。じゃあはい、もう何がプラスねの食後の血糖値の上昇を抑えるらしいよ。0キロカロリーやって、プラスやのにゼロ、0キロカロリー、カロリーマイナスやのにプラス。いただきます。カロリーは209キロカロリーですね。塩分はナトリウム 605mg の 6g ぐらい、 6g じゃないかな、分からんけど、はい、いただきます。0.6g か。ああ、確かにだしの風味する。うん、このつわむすび柑橘系のやつの中ではローソンの塩ぶすびの粒うまさ、うん、おいしい。これまた買ってもいいと思う。おいしいな。12時半か、お昼の仕事が夕方まで僕はないんで、がっつりまあすでにもう1時間半ぐらいやってるんだけど、うん、うまいってな。昼チキの方がうまいかも。あ、ただちょっとピリッとする。うん。あ、本当はこうやって食べる。ここ切り離してね、食べてください。強火に。強火に。充電が切られてました。豚の生姜焼き、ペヤング、なんかさっぱり生姜風味、なんかいろいろやるな、ペヤング、きゃーこれな。537kcalです。よし、食べよう。3分、早くソース、そこに火薬をまんべんなく入れます。入れとくか。あ、なんか豚みたいなの入ってるな。少な、めっちゃ少ない。火薬めっちゃ少ないわ。こんなもんか。いや少ないの、これどう見ても。入れよう。お湯を入れて3分後。よいしょ。まあ、3分後じゃないですけど、お湯を拭いといて。違う、これも変えた。まあちょっとカップラーメン2個っていう久々やけどね、まあヘルシーじゃないけども 343kcal、 カップヌードルが 9.18 イズマイバースデーだそうですよ。何バース、何年目な、何歳、1971年から2014年、14+29 は、14+29 はいくつですか？ 43？ 14+29、 14+29、 そうやな、43歳、43歳でヤクルト超えたかな。そういうことか。そういうことだそうです。まあカロリーは343kcal塗ったっけ。カップヌードルロボタイマープレゼントキャンペーンらしいですよ。ロボタイマー。なんかこれ変形して喋るんやったっけ。ね、前もあったね。余ってんのかな、在庫が。いいかわかんない。ここピンとここピンとここ。ヒントここやから。はい、やった。バカですね。ほんとこの顔には合わせにいくかな。まあ、これ作ろうと。戻ります。まあ、これはまあ大体2分ぐらいで OK ですね。お湯入れます。まあ、そうこうしてるうちに多分ペヤングの方が仕上がると思うんですよね。カップラーメン2個。今月末人間ドックだというのにこんなバカみたいな。まあで夜ね、完全にヘルシーに野菜を食べます。まあこれちょっと置いとこう。まあ、そうこうしてるうちにペヤングの方がズンと仕上がったでしょ。あ、ここの爪上げときゃよかった。ここの爪上げ忘れるよね。そう、やっぱこのプラスチックの容器はやっぱね、焼きそばって感じがするな。ジェット湯切りもいいけども、湯切りもう3分ぐらい経ったよ。ジェットじゃない雪にしてきました。ソース入れます。あ、ちょっと鮮やかな茶色、赤茶色、うん、なんか焼肉のタレみたいな匂いがする。大丈夫かこれ。いただいてみます。箸遣いもちょっとずつマシになってきてるわけだな。細かいのが持てない。豆とか挟む、最終ハエを挟む、怖いね。どうですかこの箸使い。さあいただきます。車が通った、大丈夫かな。大丈夫、仕事中なんでこっそりやってます。いただきます。うん、美味しいんじゃないこれ。うん、結構美味しいと思う。うん、結構うまい。うん、これ一回食べてみてもいいと思うよ。まろやかになるよ。生姜の風味ついてる。カップヌードル、まあ、これはただ43歳になったという意味のわからんバースデーなんで。30過ぎたか。 9.18 今日 9.20 なんで、カボタイマーいらんけどな、そこらへんいらんから。これ偽肉、謎肉、エビうまいな、うん、やっぱオリジナルが一番いいね。いただきます。うん、すごい変なとこ入った。普通やな、これ普通やわ。まあ、僕の動画はちょっとわからないけど、カップヌードル食べてる人の動画見るとめっちゃ食べたくなる。まあ、シニアは特にやばいねめっちゃ食べたくなる。カップヌードル美味しいわ、うん、美味しい。久々に食べたいよね。久々にってたまに食べると思うよね。カレー、シーフード、オリジナル。平日的に買うの一番多いのはやっぱオリジナルだね、僕は。カレーとシーフードは一緒ぐらいかな、多分。でもカップヌードル食べたいなと思ったらこれ食べるね。全然うまいなこれ。俺の中で一番勝って食ってる焼きそばは俺の塩やな。この間ビレバン行ったらペヤングのたらこまで売ってたな。ビレバンで売ってんな。危ないな。ジャンクやな。カップヌードルとペヤング生姜焼きでした。ジャリニー。